一緒に成長するっていう、まあ、育成ゲームですよね。強いと言われてる人を全員倒せるように、はい、まあ、僕の人生が格闘技なんで、まあね、僕は、まあ、格闘技がめちゃめちゃ好きなんで、なんか、まあ、自分で言うのもあれですけど、なんか本当自分がこうやって熱くなれる、ならしてくれるボクシングに、なんかこう感謝したいというか、うん、まあ、ここから、まあ、まだデビューしたばっかですけど、なんかまだまだいろんなことがあると思うから、うん、それに向かって強くなることだけをやっていけばいいんで、自分の中でも非常にどんなストーリーが始まるのかっていう楽しみですよね。だから周りの応援してくれてる人もそうだし、別に応援してない人もそうですけど、見てる人はやっぱりなんか一緒に成長するっていう、なんか、まあ、育成ゲームですよね。なんか RPG をなんか僕で楽しんでくれたらいいなっていうふうに思います、ね、はい。まあ、とりあえずそのデビューをしっかりできたと思うので、まあ、あの今後も、本当に強いやつと戦いたいっていうのが僕の中でずっとあるんで、本当に強さを求めて、で強いって言われてる人を全員倒せるように、はい、なっていきたいなと思います。試合をやってみて景色が変わりました。景色は、まあ、景色は変わんないですね。いやいや、別に、まあ、僕の人生が格闘技なんで、うん、だからそれの中の一つですね、はい。海外の選手とか、あ、強いやつとってことなんで、まあ、今後やってみたい気持ちとか、この辺はなんかどうなるんですか。まあ、ありますよね。あるっすけど、うん、やっぱストーリー性があって、一番面白いのはやっぱ日本人の選手と戦うってことがまずはいいのかなっていうのがあったから、昨日もいきなり日本人の選手とやりましたし、だからやっぱ、うん、認めさせなきゃいけないと思うので、うん、まあ、そういう試合をやっていきたいです、まあ、次はそうですね、もっとこうお客さんもワクワクするようなというか、だし自分自身もそのもっと強くなって、あの試合に挑みたいというか、挑まなきゃいけないなっていうふうに、まあ本当強くなるだけだなっていう、うん、それだけですね。ずっとボクシングを見てる人たちからしたら、やっぱり外敵が来たなとか、なんか、ね、まあそこの場所にお邪魔するじゃないですけど、まあ、そういう感覚はあるので、だからでもボクシングにはボクシングの本当に強いファンがたくさんいると思うので、そういう人たちにもやっぱり認めさせるようなことはしないといけないなっていうのはあってます、ありますね。ちゃんと実力のある選手にこういう勝ち方ができたっていうことで、まあ、認めてもらうためにやりたいとは思ってないですけど、必然的にそうね、ならざるを得ないというか、状況にさせなきゃいけないなって、まあ格闘技って本当結果で全部が変わるんで、だからこそ面白いなと思いますし、うん、だからなんか既存のというか、自分の昔から応援してくれてるファンだったり、応援してくれる人はなんかなんだろう、ちょっと誇らしかったんじゃないかなとは思いますよね、昨日の試合は。